新ンドウタツミの,のゴミラジオ,ーラジオーティアンディシンドウゴミラジオ始まりました馬鹿よあなたは新ンドウタです今回は M1 グランプリ2019年の、えー、上沼恵美子さんの審査が非常に優しかったことについて話そうかなとは思いますまあ上沼恵美子さんといえばね毎回なんか急に怒り出して たりとかもも評価も厳しくつけけるイメージなんですけど今回は90点以下がおりません他の、あのー、審査員さんは絶対に80点台を全員出してるんですが上沼恵美子さんのみは、えー、90点台以上絶対つけてるまあ 過去、えー、新生、M、1グランプリで言うと、えー、2016年から、えー、上沼恵美子さんは、えー、審査員として、えー、お呼ばれしているわけですけども、審査の仕方も独特で、えー、気に入らなかったら圧倒的に低い点数をつけて、もうその人が絶対に最終決戦上位に残れなくならせてしまうという存在でもうあった上沼恵美子さんですよ。例えば、えー、2016年で いれば、言えば、えーまあ、銀シャリさんが優勝した年ですね。まあ、銀シャリさんには95点を上沼さんつけていますね。まあ和牛さんと同じ点数ですね。ですけど、ただ一番下の点数で言うと、81点を雷につけてるわけですよ。こんな極端なつけ方をしてしまうと、もう、だから今回の松本さんのニューヨークの82点もちょっとそれに近いのかもしれませんが、まあ、上沼さんの武士、 の感じがするんですよもう圧倒的に気にならなかったら得点を低くつけるっていうまあ例えばねその次の年の2017年ですね、えー、トロサーモンさんが優勝した年ですね、まあ、93点上沼がんつけてまあ和牛がとミキが95点ねつけておりますけどもで一番低いのがこれマジカルラブリュー83点ですよ もう圧倒的に低いんですよ。これは。まあ、松本さんも84点つけてますので、まあまあ。まあ全体的に、ちょっと評価が割と渋めな、ではあったんですよ。マジカルラブリーさんにした、いたっては。珍しく90点台がいなかったっていう。それで、上半身脱いで裸になるっていうのが非常に印象に残った、マジカルラブリー。 どんなに面白い漫才をやってても、決勝でハマらなければ、なんかもうコテンパンにやられてしまうっていうのが M1 グランプリ決勝ですからね。そんな中ですよ。やっぱ上沼恵美久さんね。だからやっぱ厳しいんですよ、毎回。それこそ昨年、2018年だったら、一番低いのはユニバースの84点。ね、結構辛いですよね。下降り明星にはね、97点つけてます。 で、和牛に98点。だあと、ミキには98点。だから、和牛ミキのリスペクトが、まあ、強い方なのかな、なんてね。ちょっと思いますし。まあ、80点台も多かったですね、うん。ジャルジャル88点。トム・ブラウン86点。スーパーマルドーナ89点。ギャラップ89点。ミトリズ八88点と。逆に、90点台が3組。霜降り明星、和牛ミキのみですし、90点手前もないんだよね。 かまいたちは94点か。そっかそっか。で、でも、高いですよ。でも、98、98、97みたいなね、特高得点をつけて、渋い時はユニバース984点とかなるんですが、今年は90点以下がいなかったっていうので、上沼さんはだいぶ今回優しかったんじゃないかなって思われます。で、今回はミルクボーイのトップが98点です。で、 一番低くてもニューヨークの90点なので、90点は下回っていないですね。まあ今回ちょっとはまらなかったとはいえども、まあまあまあ、まあ、だから前回全体的なレベルが高かったのかなっていう。うん、ニューヨークさんからミルクボーイさんまで全員がね。昨年からめにつけた見取り図さんも94点をね、上沼さんはつけているわけですし。 ガリズさんが92点でその次に悪いんですけどそこと同じ点数なのが和牛さんなんですよね今回は和牛のなんか敗者復活から決勝に出た時の多分センターマイクまでの歩きざまなのか漫才をした時の見え方がちょっと気に入らなかったらしくてちょっとそこ怒ってましたよねうーんなんか偉そうにみたいなだからまあ まあ人から見たら貫禄っていう風にも見えるんですけども、上沼さんから見たら偉そうにという。ので、ちょっと渋めに珍しく和牛をつけたと。まあネタはバソコンに全然面白かったんですけども、まあ決勝でそこまでハマらなかったっていうのもあったっていうのもちょっとありますけどね。いつもの和牛に比べると。だから、まあまあまあ結構渋めだけど、まあ90にでは高いですけどね。 で他がまあ94が多いですね今回上沼さんはインディアンスさん94オズワルドさん94カラシレンコンさん94点見取り図さん94点でございますからだから意外と幅がこうキュッと狭まってて結構じゃあ審査が難しかった大会なのかななんてねあの上沼さんの得点を見るとは非常に思いますねうんかつまあその和牛さんにすごいキレてたとかそういうシーンもありましたが まあ全体を通してこの得点を見る限り上沼さんはすごく穏やかで、あのー、すごく楽しんでいた回なんじゃないかとかつ優しかったようにも見えたということでございますねまあやっぱ点数でやっぱり衝撃走る時がやっぱ多かったので上沼さんといえばいや今回はこのね90点以上全部つけてくれたってことはねうわちょっと良かったなっていうね 芸人もみんな報われたのかななんてちょっと思いましたねということでございましたということでね上沼恵美子さんの今年の優しい審査についてねちょっとしゃべってみましたということでございました以上「しんど辰巳のコミラジオでしたせーのチャンネル登録よろしくお願いします